説明しよう。聖騎士の主要パラメータの一つに天気力がある。戦場では時には天候を味方につけて戦いを有利に進めなければならない。戦場での天候を見極める能力を数値化したものがこの天気力である。バーチャル聖騎士ミドーカルマの演技力じゃがりこ面接、イエーイ。これから私が言うシチュエーションに合わせて、うん、このちょっとなまってる感じがいいよね。アレンジなどは自由です。はい、それではいきます。よろしくお願いします。3、2、1。嬉しくて快晴、悲しくてシュー、怒ってて寒天調ワーク、寂しくてサイウン、嫉妬してセキラウン、失恋して月食、喧嘩して喧騒運、がっかりしてそう運、驚いてうひょー、疲れ果ててブロッケン、寒すぎて地吹雪、暑すぎて雄大積雲、眠たくて羊雲、食べながらイワシ雲、告白しながら月が綺麗ですね、感謝して放射切り、隣の人に笠雲、遠くの人にほら飛行機雲、知り合いにハロー、赤の他人にレイリーサンラン、友達に現実見ろよ、恋人に見に行こうよ、必殺技の冠水ヘアー、恋のビームの薄明光線、二次元を見て虹、三次元を見て過剰虹、テンション上がって上昇切り、テンション下がってうね雲、関西風に積雲やで、関東風に剣雲じゃん、英語風にシーラスストリーク、中国風にアルトスタラタスあるよ、普通にじゃがりこ。ありがとうございました。きつ、これお疲れ様でした。編集大変そうだな。3月11日から15日は桃初めて咲く。昔は笑うという字も咲くという意味で使っていたようですが、この文字を見ているとなんだかこっちまで笑顔になりますね。春に木に咲く花といえば梅、桃、桜がありますが、まあ似ているようでそれぞれ花びらに特徴があります。はい、じゃん。みんなも道端に咲いている花が何の花かチェックしてみてね。今日はここまで。また会おう。